久保さん、お風呂入ってきて、もう動画何本か撮りましたよ。ドリアカセールス用に。まあいい話できたなと思いますね。いや、疲れました。こっからまた音声対談入ってるんで。<laughs> ちょっと朝から。まあでも音声対談終わったら終わりかな仕事。あ、でもブログ書いてないかな。ブログ書いてないですね。ブログ書いてないか。ブログ書いてないな。 まあ、ブログ書いたら終わりか、まあ。午前中には終わりますね。はい。まあ、あの、受け取り方ですね。受け取り方の違いで、受け取り方の違いで、受け取り方の違いが人生の違いとかにしておきましょうか。受け取り方の違いが人生の違い,、はい。多分、まあ、見てる情報って、まあ、本当にね、 富裕層でもうごく一部の人しかね、なんだろうなあの、世の中を支配しているロックフェラー財団とかね、ロックフェラー財団にしか出回っていない情報とかもあると思うんですけど、もう本当にそれは一部の一部じゃないですか。なんで、その一般の人って、まあ、成功してる人も一般人だったわけじゃないですか、大体は、起業家の人とかも。だから見ている情報って大した変わらないんですよ。 だけど、見ている情報は変わら代謝変わらないんだけども、そこに差がで出るわけですよね。じゃあ、なんで差が出るかっていうと、まあ、受け取り方かなと。どうき、どう解釈していくのかっていう。その違いが違いをもたらしているんじゃないかなと思いますね。はい、あなたはどう受け取りますか ?120 万を売られたと。ドリームアカデミー120万高えなと。売り込まれた。搾取だ。という受け取り方なのか。いや、120万、 を払ってても俺は稼ぐとていうか、月収100万を目指してるのに、120万でビビってるようじゃ、月収100万なんか稼げないと。月収100万稼げるようになったら、年間で1200万だと。2年で2000万、3年で3000万、4000万 <laughs>、ねうん。120万、ただみたいなもんだと。そう受け取れるのか。まあ、それはあなたのこれからの受け取り方と行動の仕方次第ですね。はい、いってらっしゃい。